藤原初期は嫌いなことってあるのか。白金、好きにつなげやすい嫌いというキーワードを藤原にパス。それに引き換え藤原初期の攻撃力は戦車級、戦力差は絶望的。まずい、脳殺どころかこれでは。そうだろ、全部俺の手作りだ。いいな、一口分けてくださいよ。ん、別に構わんぞ。トミヤが相手にするはずもなかろう。デートするつもりなんですか。あ、おーい、 ID もらっちゃった。どちらかというと山。あ、午後の授業始まっちゃいますね。はん、今日また放課後に。はん、もし恋愛映画がお嫌いでしたら、鳥取鳥之助のチケットもありますよ。ラブレター？ええ、誰がいいかな。まあ、夏が来たら考えるか。アリストテレス、そうですね。クレオパトラ。こうなったら藤原初期に決めてもらおう。私ですか。そうしましょう。ザク。さあ、これで私が会長の ID を聞く理由はなくなりました。どうぞそちらからお聞きになられてください。あ、夏になったら生徒会で旅行に行きましょう。藤原さん、友達だと思っていたのですけれどね。ここやさんが誰かのものになっちゃうなんて。何かないか。時間なんてあっという間に過ぎるんです。うかうかしてたら何にもないまま卒業ですよ。今の話全部嘘だったんですか。嘘じゃないです、ブラフですよ。そうか、ブラフというのは真実の中に一つまみの嘘を交えるから力がある。だとしたら、あ、熱々のお味噌汁だ。弁当の米は冷えて硬くなっていかんが、味噌汁と一緒にいただくと、あの疎外感を感じると言った藤原初期の言葉も、あの瞳も嘘か。そうだよ。はあ、やったー、会長にも勝った。必然的効果。行くの、それじゃあ関節器。お米がお口の中でほろほろほどけていきます。なんか違うかも。